マジェンタ級装甲艦はフランス海軍が建造した装甲艦の艦級である。本級はラグロワールを設計した造船主艦デュピードロームの設計によるもので、船体に等間隔に手法を原則配置する方法をとっている。1862年に撮られたマジェンタ。右舷から撮影されたソルフェリーノ。全マストを使用して干されてモザイク状の布は 上院の選択もの。上院の健康維持のために停泊時の選択は必要であることを示した写真。本級の船体形状は、艦首水面下に昇格を持つ平ら甲板型船体に、搬送用の3本のマストと中央部に一方無煙突を持つ当時の一般的な走行艦の形態である。船体の側面は 109mm から 120mm の 暑さの走行版で訪問部から方角部まで覆われている。原則の方角部の内部には、手法の1858年型22.3センチメートル法が、単層砲がで2機が収められており、床面には、円弧状のレールで砲がを旋回、移動させることにより少ない訪問から方針を出した。際に訪問を視点として法備部を動かすことにより、広い社会が得られた。 これにより、ラグロワー,ールのように原則にずらりと大砲を並べなくとも少ない門数でも効率的に火砲を敵艦に向けられる工夫であった。他には、副砲として原則に1856年型16.5センチメートル砲を単素砲がで34キを砲角部に配置した。本級の竣工後の1865年に手法を 1858年型 24cm 単装砲4基に強化し、微砲を1858年型 22.3cm 単装砲2基と1858年型 19.5cm 単装砲8基と1856年型 16.5cm 単装砲10基に更新した。本艦に搭載された主機館は、 戦隊中央部の主要防御区画内部に配置した石炭戦勝円管球機にレシプロ機関1機一軸推進で最大出力3450馬力で機関航行のみで速力13.0ノットを発揮した。燃料の石炭は740トン搭載された状態で10ノット巡航で1840回りを航行することができた。ありがとうございます。